ガードを上げて左から右、左右、何、おお、左右、左右、今度はワンツーまで、恐れ入ったぜ。へえ、やるじゃない、素人とは思えないぜ。さすがの宮田も防戦一方だ。野郎やけにおとなしいじゃねえか、何か狙ってやがるのか。確かにすごいパワーだ。しかし覚えておくがいい、ボクシングにはこんな倒し方もあるんだ。そうか、チンを狙ってたのか。顎をえぐられると頭蓋骨に浮いている脳が左右に振られ、一時的な機能障害に陥るんじゃ。なんだこれ。しかし見事に狙い通りに当てよっては。決まりですかね。やられた、さすがだぜ。意識はしっかりしていても体が言うことを聞かない。立てないはずだ。なんで立てるんだ。左、右、左、右、くっ、あ、一歩。今度こそ。一歩立て。バカな。終わるもんか。ボクサーになるって決心したんだ。あと一回ダウンしたら終わりだぞ。残り少しだ、頑張れ一歩。はい。すごい、あの状態でパンチが死んでもらう。見ちゃいられねえ、顔の形が変わってきちまった。なんであいつあの状態でまだ手が出せるんだ。立ってられねえぞ普通。やつを支えてるのはボクサーになりたいって一念だけだ。その思いだけでやつは宮田のパンチに耐えてやがる。倒れないぞ。生まれ変わるボクサーになるんだ。なんて小僧じゃ、痙攣する足を強引に抑え込んでこらえおった。なんでだ、なんで倒れないんだ。屈辱だよこれは。今まで覚えてきたボクシングは全て否定されてる気分だ。左、右、倒れろよ。やった。左から右、左、右、何、おお、左、右、左、右、今度はワンツーまで、恐れ入ったぜ。へえ、やるじゃない、素人とは思えないぜ。さすがの宮田も防戦一方だ。野郎やけにおとなしいじゃねえか、何か狙ってやがるのか。確かにすごいパワーだ。しかし覚えておくがいい、ボクシングには
こんな倒し方もあるんだ。そうか、ジンを狙ってたのか。顎をえぐられると頭蓋骨に浮いている脳が左右に振られ、一時的な機能障害に陥るんじゃ。なんなんだこれ。しかし見事に狙い通りに当てよっては。決まりですかね。やられた、さすがだぜ。意識はしっかりしていても体が言うことを聞かない。立てないはずだ。なんで立てるんだ。左右あ、一歩。今度こそ。一歩立て。バカな。終わるもんか。ボクサーになるって決心したんだ。あと一回ダウンしたら終わりだぞ。残り少しだ。頑張れ一歩。はい。すごい。あの状態でパンチが死んでもらう。見ちゃいられねえ。顔の形が変わってきちまった。なんであいつあの状態でまだ手が出せるんだ。立ってられねえぞ普通。やつを支えてるのはボクサーになりたいって一念だけだ。その思いだけでやつは宮田のパンチに耐えてやがる。